はい。今それは何を準備してますか？フィニッシュボンド。フィニッシュボンド。なるほど。はい。はい、コンプレッサーを。コンプレッサー。はい。じゃあコンプレッサーがいるということは電源が必然的に必要になると。そうです、ね。はいはいはい。コンプレッサーがない場合は釘でまあ大丈夫です。はいはい。はい。釘でまあ頭が出ないように、はい、ポンズとかで、はい、最後まで押し込んでいただければ。はいはいはい。うん、はい。これがフィニッシュです。仕上げ釘打ち機というふうに、書いてあるんですけども、僕らは一般的にフィニッシュと呼んだりします。それでここにフィニッシュネイルという一応3種類いろいろあるんですけど、この長さはどれを使ったらいいですか？30を使います。30、はい。でまあ、特に、長さ決まりはありませんが、今このフローリング材の厚みがだいたい12ミリとかそんな感じなので、この30で残り18ミリぐらい、下に打ち付けられればいいかなということで、30ということです。はい。ボンドはそれ何ボンドですか？これ木工ボンドです。木工ボンド。はいはいはい。本当はまあいろんなフロア用ボンドとかあるけど、まあ、こちらは木工するので木工用ボンドでいきましょうかっていう感じですね。そうですね。はい。で木工用ボンドは、熱と水に弱いです。だから本当はこういうコンテナとか外で使うもの、もしくは中ですごい高温になるものには向いてないと思います。なんですけど、とりあえずやってみてあかんかったらまた貼り直すみたいな感じで、適当にちょっと一回ものは試しということで、やってみようかと思います。今それは角に合わせたわけですね。そうですね。はい。と本当にコンテナにはこういうヘリがあるので、それに合わせていく。はい。もう何も考えずにぴったりとっていう感じですかね。そうですね。で、はい、ここがぴったり合っていると、はい、そのままフィニッシュ打てばいいんですけど。はい、なるほど。今ちょっとこっち側がまっすぐっていうわけではない気がしますので。なるほど。一応フィニッシュを打たずに並べようかなと思います。なるほど。塗りながら。はいはいはい。はい。そのボンドの塗り方には何かこだわりがありますか？ありません。芸術的やん。なんとなく直線が出てそうな感じがしますね。いい感じだと思います。いい感じ。はい、OK。まあ、もしこれで、ま、一直線に並べたときに、なんかこう、一箇所どうしても曲がってしまうとか、そういうのがあるっていうときは、そのしわ寄せを、こっちの端に寄せた方がいいってことですね。そうですね。はい、幅木で隠せますので。はい。幅木という、最終的に壁を張った後、ここ、板をぺちゃりと張って隠すので、その帳尻は端っこに持っていってやると。はい。はい、それをこっち側に持ってくると、それが全部この後フローリングが狂っていくということになりますね。そうです。はいはい、了解です。はい、じゃあこの余った分、残り少し余った部分、これをカットすると。そうです。はい。じゃあ、ここの同じくフローリングの角に合わせましょうか。はい、はい、了解します。はい。で、最終的にもし、まあ、ちょっとまたこれも長さがガタガタになるかもしれません。ここに何かちょっとこう L 字みたいなものを貼り付けて、隠してやるというふうにしましょう。670、はい、670で切ります。はい、はい、丸ノコを使うときにはこういうアングルがあるといいですね。僕らはアングルと呼んでいるんですけど、角度が変えれます。で今は90度に切りたいので、このメモリを90に合わせて、印はもうまっすぐビーッと引かなくても、初めのこのチョンというところだけで大丈夫ですね。それを刃に合わせて切っていくという形になります。はいはい、行きます。はい、お願いします。はい、こういう形で切れました。はい、まるでこの刃がもう全然切れない状態ですね。裏向けて切ればよかったな。川くんがカメラに緊張して、さっきつぶやいていたのが、これ表側を、上にして
カットするとバリがこう丸のこの刃が下から上に回転してきますのでバリが上に出てきます。なので、ひっくり返して切った方がいいってこと？そうですね。はいはいはい。裏は綺麗なんで。なるほど。綺麗ですね。裏が今すごい綺麗で、表が汚くなっている。だから裏に墨線を引いて切った方がいいと。そうです、ね。はい。まあ、切れる丸の子だったら書けないんですけど。辻の丸の子にケチをつけている。はい、これで2枚目がはまりましたよという状態です。はい。ではフィニッシュを打っていきます。はい。ここで何かでこう直線を、この端の直線をチェックした方がいいとか、なんかそんなのはありますか？直線。この次の、ここの境目の部分。特に大丈夫そう。この段差は絶対ぴったりじゃないとダメですね。その段差をぴったりにすると。はい。これが、まあ、こうなっていると。はいはいはい。次のとこは絶対に隙間が空きますので。なるほど、なるほど、はい。端っこを犠牲にしてでも、やっぱりこっち側は、はい。ぴったり絶対合わせないといけないです。です。まあ、長い、なんかこう、アルミの、角棒とかがあったら、本当は一番分かりやすい。そうですね。まあ、今はないので、なんとなく、なるほど、なるほど。それを当て材をしてチェックすると。はい。はい、了解です。で、今余った材料が出てきました。それはいらない？いります。いる？後で使います。後で使う、はい、なるほどなるほど、はい、はい。また後で出てくると。出てきます。はい、じゃあ大事に取っておくと。はい、はい、了解です。だいたい45度ぐらいです。はい、はい、品種を45度ぐらいに傾けてメスのサネの下側に打ってやると。そうですね。はいはい。で、はい、ここの部分は幅木で隠れますので、はい、ここの部分も打ってあります。なるほど。大体端端とあと真ん中2点ぐらいとかそんな感じですか？そうですね、はいはい、でこれはもう動かなくなりました。はい、はい、分かります。で、ここをぴったり合わせて、はい、で、ここもぴったりにしてください。はい、はい、次目。そうですね、はい、で、また打ち始めると。はい。これがフィニッシュを打った後ですね。こういう形で、フローリングの上に出てこないようにしてやるという打ち方をしています。こういう風にネイラの頭が飛び出してしまった場合、こういう時は、どうしますか？ポンチか何か。ポンチ、はいはいはい。奥まで入れてやる。はいはい。そうしないと次のサネが入らないと。そうですね、隙間が空いてしまいます、ね。はい、なるほど、はい。では、張り始めからドーッと来て最後のところまでフィニッシュが打ち終わりました。で、端っこここだけ今最後短くなりました。で、次2列目はどういう風に貼っていきますか？2列目を同じように貼っていくと全部継ぎ目が一緒になっちゃうんですよね。なるほど、なるほど。はい。だと、まあ見た目が良くないので強度的にも。そうですね、はい。ここにどうしてもここでたわんできたりっていうギシギシが出てきたりっていうことも、はい、はいはい。なのでこんな感じで貼っていきたいってことですよね。なるほど、なるほど、はい、はい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 。互い違いにして、あのレンガみたいな形で。そうですね。なるほど。なので次は、はい、こっち側から基準にして貼っていきたいと思います。なるほどです。これをそっちから貼っていったらダメなの？でもいいですけど、また半端ができちゃいますよね。また半端ができる。なるほど、なるほど。どっちにしろあれですけど。そういうことか。だから今サイズは一緒なはずなので、はいはい、1列目と2列目、そうですね、はいはいはい、170でカットして向こうから貼っていくっていうのも全然いいと思います。はいはいはい、はい、なるほど。何にせよ、まあこの端材と、はい、切る前の3つを合わせたら、はい、この1列目と同じ長さになるはずですよと。そうです。はいはい、了解です。はい、はい、じゃあまた、次の列2列目の端面のサネを落としてやると。はい、こう間違えた。はいはいはい、間違えました。今ここの寸法が670です。670、はい、その短いものを670で切れば2列目も合うはずと。そうですね、はい、でこの670をこっちから基準で取るのか、はい、こっちから基準で取るのかで変わってくるんですね。
このサネがついている位置がメスとオスっていうことだから、サネがあるかないかっていうのが変わってきますので、はいはい、僕は今こっちがサネがあるのを切ろうとしたんですけど、サネがなくなってしまいました。はいはいはい、はい、っていうミスを犯してしまいました。なるほど、はい、だからこれはまたこの3列目に使います。3列目に使えると。なるほど、はい、はいはい、だからその都度その都度、サネを切る方向が変わってくるっていうことですね。そうですね、こっちから切るかこっちから切るかっていうのは変わってきます。はい、これで固定されたと。はいはい、はい、次に2枚目、2列目2枚目をはめて、はい、今3枚目を貼りました。で、ちなみにサネにはボンドを入れない方がいい。そうですね、サネにボンドを入れると季節によっては動くので、はいはいはい、はい、隙間が空いてきたりということが出てきちゃいますので、はいはいはい、ボンドを入れません。なるほどなるほど、はい、そのサネの部分でその伸縮の、クッションにしてやってると。そうですね、はいはい、めっちゃ綺麗だな、バーチフローリング。そうですね、すごいこだわる人はこう全部並べて色味とかを見るってことですね。僕はこだわらない。じゃあ最後の1枚が計算によると合うはず。そうですね、で、一応この端っこの種は切ってあるという状態ですね。はい、はい、今もうぴったりですね、もう1ミリぐらい、あ、はい、バッチリぴったり、はい、素晴らしい。この見分けも大体そんな感じで描ける方。そうですね。その点々は何？わかんないですけど。3列目ですね、3列目はもう基本考え方は1列目と同じように貼っていったらいいと。はい、はい、メスのサネが一番そっちについているはずだけど、それはもう関係なし、気にせずに、はい、貼っていくと。はい、はい、じゃあもう完全に1列目と同じですね。そうですね、はい、途中経過です。このように継ぎ目が均等になるように、貼ってきました。で、さっきのその670でカットするというふうにしていくと、こういうふうに点画状に、きれいに、とび美しく貼ることができます。なんですけど、一つ、まあ、このやり方だと、まあ、僕らはもう初めこれでやろうと思っていたんですけど、このやり方だと歩留まりが悪い場合があります。今僕らが貼っていって、その670を取った時の余りがこれだけあります。で、これをまあ使ってやりたいっていう場合もあると思います。例えば材料をできるだけ抑えたいとか、でそういう場合は、例えばでこの材料をまた活かして、この670っていう交互にする考え方とは別にこれを混ぜ込んでやるというような形もできると思います。で、まあちょっと、これもこのまま、670でやっていこうと思ったんですけど、一応まあちょっともったいないので、これもちょっと混ぜ込んでいこうと思います。で、本当はまあテレコにしながら、670をあっちに持っていって、670をこっちに持っていってというふうにやった後、この余りのものを、ここに使ってやるという ABC、ABC というふうに、組んでいったら一番、まあ、見栄えも、いいかなと思うんですけど、まあ、僕らは今回そこまでこだわらないので、ここまではこの綺麗な貼り方でいって、最終的にはこの、余ったものをできるだけ見栄えよく貼っていこうというようなやり方でやっていきます。670を企画に出た余りですね。で、これを、使うようにしたいので、今度、これを左右に均等に振り分けるために、670の半分、375、違う、335で、切ってやります。335で切って、この端っこに335で、あと 1,2,3 と、ポンポンポンと、一列の、そのままのものを使って最後また335で貼っていくというように、この途中の列から変えてやります。で、まあ、そうすることによって、まあ、見た目ちょっと安定したようになるかなという
はい、そのタッチです。今から手伝ってくれるんですか？なんでさあ、残り2列、はい、綺麗にいってるんじゃないかと思います。ムクとかオイルのフローリングもいいけど、ウレタンもウレタン気持ちいい。いいですね。はい。で、一番最後ですね。今はまあそういう L 字のものをつけようという話になったんですけれども、はいはい、もし、まあ1枚、これがまだだいぶ空いてたとします、はいはい、で最後の入れ方っていうのは難しいと思うんですけども、はいはい、一番最初残しときますよって言ってた、はい、こっち側のサネを切った材料があります、はい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 、でこの材料をここにトンとします。はい、はい、でこれが今ちょっと L 字がないので難しいんですけど、はい、平行がないので、でこのまま鉛筆で線をビーッと引っ張っていきます。壁の傾斜を写し取ってやると。そうです、はあはあ、でこの幅っていうのは最後の幅と一緒ですので、はいはい、なるほどなるほど。このまま鉛筆でビーと線引きます。はい、でここで、この下の材料を切ります。なるほど、身内目の方を切ってやると。そうです。で、はい、これが一番最後の列になる。なるほど。なので、はい、一番最後の列のものを1回全部2列目の方に仮置きしてください。なるほどなるほど。全部鉛筆を線引いて、はい、カットして、はいはい、カッパコッとはめると。はい、その時に使うのが一番初めに余ったこれです、ね、サネの切った材料です。はいはいはい、はい、こんな感じですね。ビート線を切っていきますので OK。 なるほどです。はい、はい、最後は、2センチぐらい、隙間ができたんですけど、最終的にこれ最後壁をこの厚み分貼るので、この隙間のまあ、後で幅木をつけて、埋めるような形で散乱してます。なのでこの隙間は最終的に壁を張った後で埋めようかというような形になります。はい、で、今岡場くんがやっていたのが最後それをこの板を寄せる時っていうのが、どうやってやってました？はいはい、左右にひねってテコの原理で押してやると。はい、 OK です。最後の1枚終わりました。はい、イエーイ、オッケー、やったー、いいですね。大体この面積で、まあ撮りながら準備しながらやってて2時間ぐらい、2時間ぐらい、はい、オッケー、はい、小川君にもご講がさしてます。ということで無事、コンテナの中にフローリングが貼られました。もう前と全然ちゃうね。そうですね、もう前はちょっと汚くて、今はもうちょっと袋のとこ見てもらえればわかるけど、ものすごく汚かったのが、もう靴を脱いで入りたいぐらいに綺麗になりました。なのでもうここはもう土足厳禁にしようかなと。はい、はい、でまあそうですね、まあいろいろ岡川君に教えてもらいながらやったんですけど、まあ、TPO でいろいろやり方が変わると思います。まあ、今回僕らの場合は簡単にということで、最後なかなか帳尻合わせるのがもしかしたら大変かもしれないんですけど、まあまあそれも一つ楽しみということで、やっていきたいなと思います。今まで全然ちょっと進む気がしなかったけど一気にテンション上がって、これからまたどんどん、壁の方とあと窓ですね、窓が一番大変だと思うんですけど、また塗装もしたいということで、どんどんまた進めていくんで、お楽しみにしてください。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ閉めて帰ろう。